エンゼルスの大谷翔平投手が22日日本時間23日本拠地で行われたロイヤルズ戦に2番投手兼 DH で投打同時出場今季最長の8回を投げ2安打無失点。 自己最多13奪三振の回答で6勝目を挙げたフィル・ネビン監督代行は7回が終了し8回に入る際私は降板させることを考えた彼は頑固者だったよいやまだ投げるという感じだったと続投の舞台裏を明かした続投を志願した理由について聞かれるとこれはチームの状況を考えてのこと 我々が今どういう状況なのかを彼は理解している本当にインクレディブルだったと108球の熱湯を称えた大谷は初回に連打でノーアウト一・二塁のピンチを招くもウィットから空振り三振を奪って300奪三振をマークこの回を無失点で切り抜けるとその後も気合の投球は続いた雄たけびを連発してメジャー自己最多の13奪三振をマーク チームを勝利に導いた姿に監督代行は信じられない一日信じられない活躍だったと賛辞を惜しまなかった通算300奪三振と100本塁打を達成したのはメジャー史上で大谷とベーブ・ルースのみだルースは通算714本塁打をマークし488奪三振を記録している今月メジャーに昇格したばかりで 4番に座って初安打を放ち2打点を叩き出したデビッド・マキノン内野手は「アンビリーバブルさ」「ただただクレイジーだよ」と二刀流・右腕の活躍に目を丸くしていた今月18日同19日のマリナーズ戦でメジャー昇格したばかりのマキノンは4番1塁で出場5回に先制の犠牲フライをライトに打ち上げると7回にはライト前にメジャー初安打となるタイムリーを放ち 3点目を叩き出した。勝利に大きく貢献した27歳は大谷の連日の活躍について問われ、次のように答えた。彼が同じチームでみんな嬉しいと思っているだろうね。アンビリーバブルさ。投球も打撃もする彼の姿はただただクレイジーだよ。大谷と同じ1994年生まれの27歳。投打に圧倒的な存在感を放つ大谷の活躍に驚くとともに、 一緒ににプレーできるることに喜びを感じているようだ大谷は試合後 NHK のインタビューで勝ててホッとしている主力の2人が休みで抑えのイグレシアス投手も投げないと決まっていたのでなるべく長い回を投げたいと思っていた立ち上がりは良くなかったが切り替えて次の回からいけたのが良かったバッターを観察しながら投げるところに投げて打ち取れた せっかく試合前にセレモニーもやっていたのでいい形で花を添えることができてよかったと思う休み前なので明日しっかりと休んで明後日から頑張りたいと語ったヤンキースなどで活躍したサバシア氏はツイッターを更新した昨晩は2本塁打8打点翌日の夜には13奪三振2安打で勝利翔平大谷はとんでもないと驚いた様子 泣き笑いの顔や100点と描かれた絵文字付きで投稿した。米スポーツ局 FOX スポーツでアナリストを務めるベン・バーランダー氏は、翔平・大谷は MLB 史上最も素晴らしい連続試合をまとめ上げたと激勝。米氏セントルイス・ポスト・ディスパッチのダニエル・ゲレーロ記者は、翔平・大谷が実在の人物だとは100年後の人たちは信じないだろうと綴った。米メディア CBS スポーツのニック・パルコ氏は「昨日は8打点こいつは別の惑星出身だ」と強嘆したまた地元紙アリゾナ・リパブリックのミケーレ・ガードナー記者は大谷は見ていて本当に楽しいと記している米カリフォルニア州地元紙ロサンゼルス・タイムズのサミー・ロス記者は「MVP のチャントが贈られる」と証拠画像を公開した 文面に8回13奪三振で試合を終える翔平大谷へ MVP のチャントが送られる彼は初回以降ヒットを許さず自身は3度失礼もしたと綴ったブっては3打数1安打に至急昨季 MVP が見せた活躍を紹介した全米唯一の全国紙 USA トゥデイのポブ・ナイチンゲール記者は今から16ヶ月後 大谷翔平は旧史で最もラブコールを受ける FA となると伝えた地元紙ロサンゼルス・タイムズは大谷が FA 市場に売って出た場合の契約条件については10年総額3億から4億ドル408億から544億円と予想している米スポーツニュースサイトのブリーチャー・リポートは「こんなの見たことがないと」と画家ムンクの叫びの絵文字を添えて驚きをツイートした ツイッターのフォロワー数38万人超を誇るピッチング忍者ことロブ・フリードマン野球アナリストは大谷がスライダーで三振を奪う投球動画を添付しホワイトキャッスルスペシャルだバンズの焼き方は二刀流でとツイートハンバーガーと剣が交差する絵文字も添えた世界最古の米ハンバーガーチェーンホワイトキャッスルのスペシャリティはスライダー と呼ばれる四角いバーガーガだ米公式サイト MLB.com は昨夜はキャリア最高の8打点今夜はキャリア最高の13奪三振大谷翔平アンビリバボーと驚いた様子で綴っているエンゼルス大谷は22日日本時間23日休援前夜祭として行われるホームランダービー7月18日 ロサンゼルスについて言及した。もちろん光栄なことと前向きな姿勢を見せつつも、シーズン中のどこで投げるかで変わってくる。その予定で多少変わってくると複雑な表情を浮かべた。大谷は昨年のホームランダービーに日本人として初出場したが、第1ラウンドで敗退。ナショナルズの不安外外外野手に2度のタイブレークの末に敗れた。オールスター戦での登板。 ホームランダービーについて問われ選ばれないと出られないですしオールスターまで選ばれるようにまず頑張るしかない選ばれたら選ばれたでまた考えたいなと思いますと話すにとどめたこの日の本拠地ロイヤルズ戦では自己最多13奪三振をマークし8回に安打無失点と好投今季6勝目を挙げた果たして今夏もオールスター戦の主役となるのだろうか Do it again.